かなんか読んでるでしょ。すごいですね。質高いですね。いや絶対読んでる。なんで結びつくかまた問題なんだけど、うん、それ数値実験でそのパラメーターは自分でコントロールというか入れないといけないんですよ、うんうんうん、でそれを入れてみるとなんと深層循環のパターンとか強さが変わり始めちゃうんですよ。この乱流のパラメータですね。乱流のパラメータというのはどうやって入れるかというと、まあ、入れ方いろいろあるんだけども、まあ、とりあえず水が混ざるようにするかしないかですよね、うん、でそしてどこで混ざるようにするかしないか、深さでもあるし水平の場所でもあるし、そういうのをいろいろ変えてみると、まあ、あの深層循環の強さとかパターンが変わってしまうという現象がだん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 分かってきたというのが80年代の終わりから90年代の頭ぐらいですかね。確か今組み立ててあったから後でちょっと説明します。すごい見たい見たい。国産で2本作らせたんですよね、うん、国産で2本作らせて、それが最初ですね、1500メートルまで測れてたやつですね。2000メートル、2000メートルまで、うん、で海の観測って難しいのは押し込まないといけないんで、気象と違って。確かに、耐圧、耐圧すごいですね、うん、確かに開発の技術を持ってないとできないですよね。まずそこからですね。そうですね。で深海なんかやろうとするととりあえずもう4000メートルだと400気圧に勝たないといけないんで、うん、それはもうなんか確かに観測難しくなるんですよね。勝った上で浮いてこいって指令をちゃんと聞いて、その通りに言うこと聞いて上がってこないといけないっていう。それとあと自分で勝手な動きされるとこの乱流はこの自分の動きを乱流で測っちゃうんで、そうだね、これもちゃんと補正できるような仕掛けを持ってないといけない。確かに。で北大に行ったんですよ。北大でね、かなり先生っていう人がいたんだけど、乱流を一応やってたんですよ。で乱流をやってて、初めて彼は自作の乱流計作っててやってたんだけど、ね、何メートルぐらいかな、何百メートルぐらいですね。だから、だから主にちょっとあのあれかだけど、金剛層ってなるんですよ、一番上に海、はいはいはい、一番上は金剛層といって、こう風かなんかでよくかき回されてる、あのレイヤーが、あの層があるんですけど、そこぐらいの乱流を頑張って測ってたと思う。で今言ってる深層循環に必要な乱流っていうのはずっと深層まで届くような、そうそうそう、1000メートル2000メートルの世界ですね。 その世界の乱流は誰もやってなかった。それはなぜなら技術力がなかった。ムンクっていう単位があって、何ですかそれ。これが、ね、これあの拡散係数の単位なんだけど、これ全平均で海の全平均でグローバル平均でこれだけあると数千万トン必ず上に上がります。はい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 。測ってみると大体これしかないんですよ、大体。なるほど。一桁足りないというわけで、もう全くこれ深層循環が行き詰まってたのが、1990年代はかなり行き詰まりを見せてたような気がしますね。今でも行き詰まってるんだけど、あの90年代は困ったもんだなって。まずだからやれることはこっちで測んなきゃいけないんだろうなと子供ながらに思うわけですよ。なるほど。でしかも届かないといけないんですよね、下の方まで。深い、より深いからね。混合されるばかりないんで。なるほど。混合その問題っていうのはまた流行っていて、まあ、やっぱりその大気と海洋の相互作用っていうのは、まあ、大体こう川一枚のあたりのところで、ね、そうだね、はい、熱が大事だと思いますけど、こっちの方はどうしても下まで届くような情報が必要なの で、うん、でどうやってもこう作りたいなと思ってですね、乱流計を、うん、実際はですね、なんかこんなになってるんですよ。確かに確かに、はいはい、それはそうだ、ね、そうだね、はいはい、こういう風になってる、ね、うん、でこうなるとね、この乱流の出方が全然また違うわけ。全然違う、全然違うんですよ。乱流もどれだけ細かい視点で見るかでまた全然違うんですよ。でこれはさすがにあの突き刺すのではないと分からない。なるほど。もうギリギリまでいかない。やらなきゃ分からないですね。なるほど。これはもうこうやってこうやってこう返してたら頭が分からない。そうだね。これはもうぐさっと刺したらここまでいかないと分からないです。はいはいはい。できっとここら辺の周りにもう強烈なもう強い乱流がジャバ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 とかなんか生まれてるんでしょう、こうやってね。はあ、でツルツルってやると多分これがもっとおとなしくなっちゃうんですよね、こうやってなんかね。なるほどね。まあ、そのこともあるから、乱流の、
観測なんかもまだまだ終わってないんですよ、まだ始まってばっかりです、うん、そうですね、うんうん、水平循環の方は太陽に任せても深層循環の方は月だよと。なるほど、それだけはね、なんかちょっと残っちゃう、面白いなと。あ、月と太陽で縦と横っていうのは面白い言い方ですね、うん、それは知らなかったな。なるほど、まああれですね、なんかそのイメージをちょっとパッと語るとみんな食いつけるだけの素養がちゃんと小さい頃からっていうのはやっぱり身の回りにすぐ海があるから食いつけるわけですよね。いや、そこでね、やっぱり本当はね、こういう海に海を見てほしいですよね、こういうね、乗ることによってね、うんうん、あれ僕のところに今いる異性の一人はそれで来たんですから。おお、そうですね、はい、なるほど。高橋杏さんという女の子ですけど、あの、防星丸か、あと東海大の船に高校生の時乗って、うん、あの時のなんかの感激が忘れられなくて、おお、そう、それすげえ多いの、本当多いんですよ、実際。だからそれで入ってきた人はこの海洋学の分野って、うん、やっぱもう忘れなくて虜になるっていうのはもう本当多いんですけど、その入り口に入るところがまず狭いんですよ、ね、入ったら絶対なんですもん、本当にもう僕もそうなんです。確かに、でここに一文句があるんだけど、一文句超えてるわけですよ、こうやって。へえ、これを終えた時の感激ってないですよ。確かにそうですね。でこれこそ皆さんに感じてほしいところなんで、海洋物理ってこういうのができるってこと。そうだね、これ確かにそれ知りたいんだ。すっごいシンプルな図なんですけどね。なるほど、あ、それすごいですね。今となってはその海山の効果であって、え、なんでこんなちっちゃな海山の効果で、こんなちっちゃな海山だから昔のコンピューターのワングリッドがこんな大きかったのでは入りきれなかった。確かに、なるほど、なるほど、無視されてたんですね。リゾルブできなかった、分解できなかったと。それだけの話なんだけど、で今度だん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 そういうのがあらわになってきたら、今度黒潮を離れた時にそのメカニズムたるの面白いことってないですよね。確かにこれは幻想論的に黒潮の蛇行を生むんだけども、うん、え、こんなメカニズムがここにあったのかっていうところだけでもすごく面白い、うん、ちょっと物理作用が強すぎるかもしれないですけど、うん、そういうなんかこういう幻想を通して面白いのがゴロ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 あるんじゃないですか、うんうん、あ、じゃあ結構世界から見ても面白いと解きたい現象が日本の周りにゴロゴロ転がってるっていうのが日本の一番の強みみたいなところがありますかね、うん、あ、だからコミュニティがもう少しそういうことを考えてね、もっとなんかみんなこう結集してほしい、はいはい、宝がいっぱいあるのに、まだまだ深海なんてのは、うん、まだ始まったばっかじゃないですか、うん、こう観測なんてのは速記なんか追いつかなかったわけだし、うんうん、プレッシャーに打ち勝つ、プレッシャーに打ち勝つ、いいですね。ダブルミーニングでプレッシャーに打ち勝つみたいな。刺して上がってくるの、おお、それかっこいい。そう、速記も整ってきて、なるほど、協力関係もこれから作っていければ、そうですね、うん、すでにこれから入ってくる中高生たちの、うん、ゴールドラッシュの時代だという、そうですね、感じがしますよね、うん、そこで使える今後に使えるエネルギーは潮汐エネルギーは10だと、海、うん、者にぶつかってね、うん、それ10しかない、絶対間違いない、うん、じゃあ出してみろって言ったわけね、彼は。こっち側に北海の中層水あるんだって、どうするの。あ、なるほど、なるほど、あることはもうそれもそれって事実だから。じゃあ、なるほど、最終的にさ、神様なの、観測結果だって。なるほど、そりゃそうだ、だって我々は観測結果でしかよりどころないからね。はい、はい、これで、うん、確かにそうかもしれないけど、どうしたらいいんだろうなって思って、はい、今度グリッドサイズを10分の1にしたの。なるほど、はあはあ、豆腐のこれをもっとみじん切りにして、なるほど、これですごい重かったけど、その計算やったんですよ。はいはいはい、したら10で出る。はー、あー、そういうことなんだ。10で出る、ちゃんと出る。でも10で出て、その外側のみじん切りをしたことによって何か外側に出てきたとすれば、渦が出てきた、いっぱい。これなんかもう、示唆的な話として、はいはいはい、へー、示唆的ですよね、本当に。だって物理的に言ったら、こっちから供給するエネルギーが全部吸い取られたら、だってなくなるでしょ、うんうんうん、で、揺れてるんだから間違いのな、優しい人しか使えないでしょ。両方どっちも正しいことから始まってはいるけど、うん、逆方向から来て、そうそう、うん、だから数値モデルってパワフルだけど危ないなと思うんですよね。
パワフルだけど危ない、使い方によっては真実から離れちゃうんですよね。面白い、こういうのがあるから、うんうんうん、だからそれこそ本当に海洋学がこれからすっごいこう伸びていくというか広がっていく感じが、今日僕は少なくともなんか聞いてこんな発展のこう伸びしろを感じるような学問だったんだなっていうの。それなんですか XCP はさっき言ったちょっとあのこういう24時間でくるくる回ってるのを測るのあの落としてくるエクスペンダブルカレントプロファイラーっていうのがまさにこの原理で、ああそういうのがあるのか、そうか知らなかった。をこう感じながら起こっていってあのボルテージドロップを測っていって流れをどっちに向けてどれぐらい速かったとか、なんかこれを回転しながらくるくる回転させながらこの電極何ボルトを両方で測りながら、あそのためにわざわざこの筐体自体が回転するようにこのプロペラがついてるんですか。はあ、わざわざ回すんか、面白い。へえ。へえ、すげえ。いや、かっこいい。ダントツでかっこいい。あ、これなって多いですか。こういう。うんうんうん。その向きがいいです。マイクロエクセントですか。はい。あ、でシリアルの個数だけ世に出たってことですね。メイドインジャパンです。これはね、これは日本製なんですよ。ここだけ、ね、ええ、これだけ日本製なんですよ。これは日本から買ってるんです。確かに。ただこのセンサーは向こう側なんですよ。はい、なるほどなるほど。でこれはあの乱流のセンサー、これがテンパレチャーのセンサーです。はいはい。これがだから乱流にとどまらないっていうのが大事なんですよ。こういうのが他の分野でも同じ熱を持ってみんなやってるってことですよね。こういう乱流の情報みたいのが、はい、実はあの大循環につながるっていうのが一番面白いことで、